雑賀孫一の優しさに甘え彼を犠牲としてしまったことに。ジャンヌがこの世界に飛ばされた直後、その時颯爽と救援に現れ、もしもあの時今度は戻ってきた、かつて救われた救援に来て、でも私が勇気に変えて、もうすぐあの人が来てくれるはず。でも今度は参らない、私が救うのだから。ブラジャーと包囲を狭めろ、自分に殴ってやれ。いけない、みんなの間に絶望が広がっている。勇気と希望を呼び覚まさなくては。骨ごと噛み砕いてくれよ。行ってみるか。すぐに転機が訪れます。勇気と希望を胸に戦い抜きましょう。行きます。ジャンヌ、オルレアンの聖女、俺たちはやるぞ。暴れてるって聞いて来てみれば。行ってみるか。美女が襲われてるじゃねえか。決まりだな、雑賀衆行くぜ。
時間は似合わないぜ。さ、悩みがあるなら話してみな。それはあなたが。俺がかっこよすぎるって。そんな潤んだ瞳で見つめるな。救援いただきありがとうございます。礼には及ばないぜ、美しいお嬢さん。さ、ここは危険だ。引いた方がいい。いいえ、絶対に引きません。最後まで共に戦います。これも色男の宿命だな。いいぜ、どこまでも一緒に行こう、お嬢さん。骨ごと噛み砕いてくれ。骨ごと噛み砕いてくれよ。これぐらいにしといてやる。なんだ、人間どもに押されてるのか。嵐のない奴らだ。最下衆が多く生きていれば帝軍山のあの惨劇も避けられるはず。お、いいところに来たな。こちらも一気に押し上げるぞ。ち、挟み撃ちかよ。ままじゃ最下衆が危ねえ。一気に南下して敵の頭を潰すか、援軍から潰して皇居の憂いを断つか。骨ごと噛み砕いてくれよ。これぐらいにしといて。行ってみるか。敵将討ち取ったれ。その戦ぶり手本といたします。This
たします。行きます。行ってみるか。うい、骨ごと噛み砕いてくれ。この調子で頼むぜ。メッセ。失うわけにはいかん。覚悟してもらおうで。サルボージャ、あなたを倒して希望の未来を開きます。しておいてやれ。宝石様はこの水地様に撃たれるのだ。皆が笑って暮らせるように一歩近づいたかの。美しいお嬢さん、あなたが無事でよかった。いや、わしらにしたら。あ、な、まあいいか。俺はもう一度せ、妖魔に背後をつかれたら末聖女さん、少し待っててもらえる。おい、孫一。まあ、え、これで過去は変わりました。本当に